皆さんのお耳を守るためにも音量の上げすぎにご注意ください。また動画視聴後は必ずボリュームを下げて次の動画をご覧ください。はい、そういうことで、お兄さん、早くサリナのお膝に頭を乗せて。せーの。いらっしゃいませ。あ、首の位置大丈夫？うん。オッケー？んじゃ、お耳、失礼しまーす。お兄さんのお耳、軽く見た感じ、かなり汚れが溜まってるね。これはなかなかやりごたえがありそう。ということで、汚れを全部きれいにするまで、じーっくりとお掃除するね。お兄さんは頭の中空っぽにして、サリナの耳かきに夢中になってくれたら嬉しいな。では、耳かき始めるね。まずは、手前の方から。どう？お兄さん、サリナの耳かき気持ちいい？ありがとう。刻みに、こしょこしょ、こしょこしょ、へい、へい、へい。
は綺麗になったよ。次は奥の方も掃除してくね。それではお耳の奥。危ない感じだから気持ちよくても我慢してね。弱めの力加減でお肌の表面を優しく撫でるよ。なんか耳かきハマってきてる感じ？よかった。したら、サリナ的にめっちゃ気持ちよくなれる方法教えてあげるね。簡単だよ。
ずは外側をきれいにして、左耳も右と同じくらいきれいにしなきゃね。お兄さんの好きそうなところをカリ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 、そうだよ。メリディアンではお兄さんのお耳もおしぼりで拭いてあげるの。これマジ気持ちいいんだよ。まあまあいいからいいから、サリナに任せて。はーい、あっち向いてー。あったかいおしぼりでお耳拭いてくよー。お兄さんは肩の力を抜いて、リラックスしてて。じゃ、行くよー。
どうお兄さん、あったかいおしぼりめっちゃ気持ちよくない？じゃあ最後に両耳同時にやっちゃいます。ゆっくりゆっくり丁寧に、もみもみ、キュッキュッ。お耳の汚れも疲れも全部なくなりますように。お兄さんもきっといろいろ辛いこととかあると思うけど、サリナといるときはそういうの全部忘れちゃっていいからね。チャポン。他の音も ボトルの大きさ、形、お酒が入ってる量、
何か変わったら音は変わっちゃうの。同じ音ってないんだよ。今聞いてるこの音は今日だけ。これ超気持ちいい。心に響く音。カラン、カラン、カラン、カラン。もう一回、今度はゆっくり。逆側でも。この爽快な音、他にないんだよね。シャンパンの音って意識したことないよね。でも、いいでしょう。外してて。サリナが耳元でポテチの音聞かせてあげる。まず、薄めのポテチから。薄いポテチは、軽い音、パリッと爽快な音。ほん、厚切りのは低くて重い音。ほっ。片揚げはバキッっていう強めの音。最初は弱めに、優しく、ね。お兄さんの耳、真っ赤になってきた。あれれ、これはお酒のせいじゃなさそうだな。逆のお耳はどうかな？確かめてみよう。
強くしてみようかな。あれ？あれれ？お兄さんのお耳もだけど、お顔もかなり赤くなってきた。サリナの息、そんなに気持ちいい？ドキドキしちゃう。嬉しい。じゃあ、もっとしちゃおっかな。サリナの息がもっと奥まで届くように。ふうふうするね。逆側にも。おいしい。もう一口。お兄さんと飲むお酒、なんでこんなに美味しいんだろう。お耳の奥まで気持ちよくなってくれたら嬉しいな。行くよ。こっちも。さて、本当にこれで終わりだよ。サリナの息の感触、忘れられないようにしてあげる。チャンネル登録と高評価お願いします。動画視聴後は必ずボリュームを下げて次の動画をご覧ください。怖い怖い。